織田信長暗殺、本能寺の変の黒幕は長宗我部元親、敵対する勢力を次々と滅ぼし着実に天下布武を進めていた織田信長は、日本全国を統一するまであと一歩というところで本能寺の変が起こり亡くなってしまいます。1582年6月2日信長は49歳でした。歴史にもしは存在しないと言いますが、もし本能寺の変がなくて信長が生きていたら、一体どのような統一国家を形成したのでしょうか。この動画では日本史の流れを一夜にして大きく変えてしまった本能寺の変の首謀者は誰だったのかを探っていきます。明智光秀。本能寺の変の首謀者が明智光秀であるというのは定説となっています。光秀は信長の家臣であったため、このような凶行に及んだのは主君である信長に対してよっぽど恨みがあったからであるとされています。しかしこれは主に江戸時代に書かれた軍記物に記されている内容であり、信憑性は定かではありません。主君に恨みを持った家臣が謀反を起こしたというのは、江戸時代の人々の心をつかみやすいテーマであったのでしょうか。軍記物の内容は尾ひれ背びれがついて膨れ上がり、人形浄瑠璃や歌舞伎の題材にまでなりました。その内容は信長のせいで光秀の母親が亡くなった、光秀の言動が気に障った信長は光秀の頭を何度も欄干に打ちつけ恥をかかせたなどというものです。また川澄太閤記には光秀は信長に対し遺恨があったと記されていますが、これも江戸時代初期に書かれたものであり、秀吉に関する伝聞をまとめた書物であるため真実であるかは定かではないのです。長宗我部元親。さて、織田信長の暗殺で最も早く利益を受けた戦国大名がいます。それは四国の長宗我部元親です。もともと信長と元親は友好的な関係でしたが、四国で強大な勢力を持つようになった元親は、全国統一を目前に控えた信長にとってとても邪魔な存在となったのです。実際本能寺の変があった6月2日は信長による四国攻めの決行日だったのです。もし本能寺の変が起こらなくて信長が四国を攻めていれば、元親は滅ぼされていた可能性が大きいです。さらに興味深いことに、信長の下で対長宗我部外交を担当していたのが光秀だったのです。このことから考えると、元親が何らかの形で本能寺の変に関与していたと考えても不自然ではないでしょう。元親があまり乗る気ではなかった光秀を促して決行させたと考えている研究家もいます。豊臣秀吉。明智光秀の謀反の知らせをいち早く聞いた秀吉は中国地方から戻り、光秀を討ち取ります。この知らせを聞いてから光秀のところまでの移動は中国大返しと言われているのですが、とても長い距離だったにもかかわらず素早い移動でした。そのため秀吉は事前に光秀が謀反をするという情報を知っていたのではないかとも考えられます。戦国時代ライター星野真中の独り言。信長ほどの革新的な政策を行った武将であれば慕っていた人も多かった反面、不利益を被る立場であった人も数多くいたことでしょう。本能寺の変を起こした光秀が秀吉に討たれ、その秀吉の死後は家康が天下を取り江戸幕府を開きました。このことは今では誰もが知っていますが、当時は当たり前ですが誰にもわからなかったのです。本能寺の変の後も当時の人々は一体誰が黒幕だったのだろうと憶測をしたことでしょう。しかしその答えは何百年も前に亡くなった光秀や元親、秀吉の胸中にしかなく、今となっては誰にも確かなことはわからないのかもしれません。信長は本能寺の変で自刃するとき、是非に及ばずと言ったそうです。もしかしたら信長は本当の黒幕が誰なのかを知っていたのかもしれません。